どうなったの？体が重い。何これ？どういうことなの？夢？よかった。え、待って、ここは。目が覚めたんですね。あんたはデュランダル？はい。あそこの危機はすでに去りました。怪我した市民もいません。今、ヴァルキリーたちが後片付けをしています。あなたが今いる場所は、天命の北アフリカの実験基地です。他に聞きたいことはありますか？デュランダル、いつかあんたと向き合う日が来るとは思ってたよ。心の準備ができているのでしたら、これからのことはスムーズに進みそうですね。質問がないようでしたら、横になってください。あなたには休息が必要です。委員長、委員長。どうやら頼れるのは自分の力だけみたいだね。空の律者の力を使えば、多分。休息が必要だと言いましたよね。いつの間に？
この実験室は地表から1000メートルもの深さにあります。逃げられませんよ。気づかれた？なんで？不思議に思う必要はありません。あなたの考えがとてもわかりやすいからです。あなたの体は傷だらけで、律者コアの侵食を受け続けています。先ほど気絶した時もあなたは崩壊エネルギーを出し続けていました。以前はどうだったかわかりませんが、少なくとも今のあなたはあの力をコントロールできません。ここを出ればあなたは次元爆弾になります。私の言葉が分かったようですね。では、何をすべきかも分かるはずです。